ユーストリームを使って全世界に向けて発信、ラーメンミュージシャン井手隊長の今3時そうね、大体ね。なんかさっき映ってたのかな大丈夫かなあれ、見えました、はい、ということでこの番組は全国のラーメンを食べるミュージシャン、私井手隊長がサザン、ラーメン、本をテーマにお届けする30分番組です。今日は生放送になっておりますので、チャットの方でどしどしメッセージお待ちしております。お待ちしております。あ、早速チャットいただきました。モリッチさん、はい、こんにちは。サザンの曲が流れるお店、素敵ですね。そうそう、そうよ、今日はそこよ。はい、ということで今日のアシスタントは渚まなみちゃんです。はい、よろしくお願いします。はい、今日絵柄違うでしょう。はい、すごく絵になってますよ ね素敵。もう皆さん来てください。はい、素敵な場所。今日は出張放送でして、はい、ここは板橋区。板橋区ですよね、これね。はい、板橋区はね、はい、出張放送初だね。初ですか。うん、いろんなとこ行ってるけど、はい、ちょっと北上しました、ね、ここは板橋区の大山にあります、はい、ジューシーオールスターズって店ですよ。素晴らしいネーミングです。どっかで聞いたことある名前ですね。ねえ、気になりますね。気になりますよ。はい、ということで、はい、今日はジューシーオールスターズを掘っていきたいと思いまして、はい、今日店長のももさん、はい、そして1週間前に入ったスタッフ、おさむさん、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、なぎささん、はい、私ね、友達にこのお店の存在を聞きまして、はい、隊長と、はい、私の家の近くに、はい、なんかサザンみたいな名前のハンバーガー屋ができましたと。美味しいんですよ、それがと。おー、で食べに行ってみてくださいっていうふうにね、はい、連絡が来ました。つい2ヶ月、3ヶ月前ぐらいに、はい、来ましたですよ。おー、ここしたら美味しくて気になる。まだ食べてないんですよ、ね。まあ、ジューシーオールスターズという名前の由来を後で聞くとして、うん、まあ、はい、皆さん分かってるでしょうけどね。まあね、入るとサザンが流れていまして、はい、エンドレスサザンですよね。はい、もちろんです。ねえ、ということでね、まあ、知らなかったなっていう感じなんだけどね、結構新しいらしいですね、ここは。はい、ね、そうなんですね。そう、オープンね、いつオープンしたか聞きたいでしょ。聞きたいです。これ、ね、いつオープンしたか聞いた方がいいんですよ。はい、いつオープンしたんでしょうか。2014年去年の4月の18日にオープンいたしました。うん、え、4月の18日、もう、え、1周年なんですよ。今日がプレオープン。そうです、今日プレオープン。今日がプレオープンのから1周年だそうですよ。おー、なぎささんの後ろには花来てるでしょ。花、はい、これこれ花、ほら、1周年なんだって。そうなんですね、おめでとうございます。おめでとうございます。比較的新しいお店なんだけども、はい、まあでもさ、ほら、サザン、ジューシーオールスターズ、まあ言っちゃいますけど、サザンから名前が来てるわけでしょ。うん、サザンの名前でちょっとハンバーガー屋やってみようかなっていう軽い気持ちではない。これはね、店続かないですよ。だけどね、食べたらさ、もうサザンとか関係なくうまかったわけ、俺が。素晴らしい。ね、これでパッとこういろいろ調べたりこう見たらさ、はい、これ有名店の兄弟店なんですよ、はい、ここ、はい、あ、そうなんですね。ももさん、実はずっと黙ってますけど、喋んないと、目もあるし。実は、ね、実は上板橋のハングリーヘブンの兄弟店として、うん、独立いたしました。上板橋のハングリーヘブン、これね、俺行ったことあるからね。ラーメンを食べ歩いてる俺が、はい、食べ歩いてるハンバーガー屋だからね。素晴らしい。ね、行きました。お肉屋さんがなんかね、やってるってことでしょ。はい、焼肉屋さんです ね焼肉屋さんがやってる上板橋の、はい、ハンバーガー屋さんなんで、はい、だからなんですね。それで、はい、今、ジュージューやってる人が、はい、いつか自分の店を作りたいぞと言ってこう独立したわけですね。はい、サザン好きだし、ジューシーオールスターズいいんじゃないかと。さあ、皆さんも気になっているようですよ。お茶ときた。はい、やってまいりました。はいよ。コアコータさん、来た来たー。はい。ユーストリーマーさん、先週は仕事で見れなかったので、うん、コアコータさん、お店の名前が素敵、ね。ありがとうございます。あとね、ちょっとかっこいいのは、ジューシーオールスターズの図が Z でしょ。はい。ちょっとロックな感じ。ロックです。そこは、はい、なんですね。あとお店のこう内装を見てもアメリカンな、はい、非常にアメリカンな感じでね、
ここから見えるけど、あの時計、オレンジと同じですからね。この時計、体調チームあるルート66の時計は。おー、これはなんかね、人事とは思えなくてね、流れてるのはサザンでしょ、アメリカンロックじゃなくて。これはね、人事とは思えませんでしたけどね。どうですか、1年間。とりあえず経ちましたけども、お店、順調ですか。うん、はい、早いようで、うん、長いようで、あっという間に1年、皆様のおかげで、うん、続けてこれております。今後ともよろしくお願いいたします。やっぱこの地元のお客さんが多いんですか。そうですね、でも遠方から来てくださるお客様も多いですね、うん、多くいらっしゃってくれてます。あとは家族連れのお客様もいらっしゃいますし、ねえ、はい、あ、家族で来るのもいいですね。結構ボリュームが多いんでね。僕もこの間来た時、あの家族で来たんですけどもね、はい、なんかほらサイドメニューっていうか、サイドっていうにも結構量が多いメニューが多いじゃないですか、はい、結構食べてしまいましたね。あのハンバーガーも3人で1個になっちゃいました、ね、そういう人が多いでしょ。結構気になるのがいっぱいあってさ、で結構シェアしてみんなで食べるのもありですね。はい、もちろん。あ、なるほど、ね、おさむさん、はい、ずっと黙ってますけど。おさむさん、はい、どうですかこのお店。いや、このお店はもともとこういうあの海っぽいっていうか、うん、そういった古着も僕好きなんで、はい、そういった形で大好きですね。いいなと思って、はいはい、働き始めたと。そうです。どう、メニュー。メニュー、気になるメニューいっぱいありますよ、ね、先ほどのハンバーガーもありサイドメニューもあったりして、うん、結構高さあるの分かりますかね、皆さん。結構高い。食べてるけど、お客さんも。おいしい。食べ方も美味しいよ。てるんですよね、食べ方もあって。潰さないとね。はい、潰して召し上がる感じですね。絵も可愛いじゃないですか。これ、どなたが描いたんですか。では、私です。あら。と言いたいところなんですが、うん、あの、富田橋のドハングリーヘブンのスタッフさんで、絵が得意な方がいて。ね、いい世界観、そしていい匂いがしてきたけども、はい、おすすめメニュー聞きましょう。おすすめメニューね。あ、聞きたい。店長、おすすめメニュー、はい、はい、チーズ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 、はい、おモッツァレラ&ルーコラバーガーがとてもおすすめ、うん、チーズチーズチーズ、これ3つ書いてあるのはどういうことでしょうか。お肉2枚とこうチーズが、チーズ、あ、サンドされてるんですね、はい、ボリューム満点。それとモッツァレラとルッコラ。こちらはさっぱりしてお召し上がりいただけます。はい。いいですね。女性も好きなメニューですね。これこの匂いがしてるっていうことは、これはなんかあるでしょうね、この後。はい。きっとね。もう伝わらないのがね、悔しい。すっごくいい匂いしてるんですよ、今。ね。サザン好きの、あ、来ました。え、すごい。来ましたよ。違う、チーズチーズチーズ、噂のチーズチーズチーズ、すごっ、これ見えますか、これ。え、すごい。違う、モッツァレラ&ルーコラ、これ。え、美味しそう。これがモッツァレラ&ルーコラ。ルーコラポテトもついてきてね。え、すごい。うん、食べてる。見えた。これ紙で食べるんでしょ。袋に入れていただいて、潰しながら、ね、あ、はい、なるほど。チーズ二重で、あ、二重でね、はい、肉汁が、チーズは二重です。二重肉汁がほら、ジューシーオールスターだから。だからだ、ね、すごい、これ夢中になっちゃいますね。ね、お子さんとか結構潰すの楽しむ方も、ね、多いでしょうね、きっと。おさむさん、繋がないと話を。はい、おさむさん。僕です。おさむさん、おすすめメニュー。あ、聞きたい。やっていきましょうよ。これ、美味しそうだなと思って。好きなメニュー、おすすめのメニューは、おさむさんのおすすめメニュー。僕ですか、うん、僕は、あのハンバーガーももちろんなんですけど、はい、ハンバーガーのパティだけを食べるっていうのは好きですね。ハンバーガーだけを、お肉だけ を、あの、はい、ステーキみたいにして、はい、食べるのも好きです。そういう食べ方もありなんですね、はい、食べますよ。これでいいんでしょ。食べます。しましたか。うん、食べるよ俺は。いただきます。すごい。うん、あっこい、あっこい。業者さん来ましたよ、業者さん。大丈夫ですか。業者さん来ましたよ。すごい、続々とチャットも来ております。邪魔になっちゃう。ユーストリーマーさん、ハンバーガーメニュー見たいですね。美味しそう。あ、森木さん、美味しそう、食べてみたい。コカ・コータさん、チーズチーズチーズ食いたいぞ。ユーストリーマーさん、でかい、すごい、いいな。すごい肉汁ですよ、これ。
髪二重にしてでも焼けるそうでしたね。美味しいですよ。すごい。国産。いい匂いが伝わってます。あ、国産。食べて食べて食べて。きます。ね。手がベタベタになっちゃう。スライドしていただけますか。はい。袋の中に入れて。あ、結構パンもしっかりしてるんですね。パンは今の来た業者さんが作ってる。でもね、業者さん潰しながらで、はい、奥に入れてから、はい、業者が呼ばれます。あ、なるほど。ないな。あ、すいません、ありがとうございます。ここから潰します、はい、えい。あ、結構潰しちゃって大丈夫ですか。はい、よいしょ。マギサさん食べなさい。いただきます。ちょっとお昼食べてなかったんで嬉しい。食レポ、食レポ、食レポ。ちょっとハードルが。いただきます。うん、あ、ヘルシー、ヘルシーですね、こっちは。ルッコラだからね。ルッコラ、美味しい、うん、電話ですよ、電話。ルッコラ、美味しい。こういう、この、 あのメニュー開発みたいなのはどうやってるんですか。あの上板橋と一緒に作ってやってるんですか。はい、ですで、ソースもマヨネーズから全部手作りなので、うん、ソースも一種一種で全て手作りで、卵とあれやってって、すごい、もっと書いた方がいいかもしれない。マヨネーズから手作りってそうじゃないですよね、うん、どうですか、ヤギトさん。美味しいです。はい、ハンバーガー、今まで食べたことのあるハンバーガーとはまた全然違う味ですね。結構濃厚、お肉がね、有名でおっしゃってたので、濃厚なのかなって思ったんですけど。肉にそんなに味付けしてないっていうか、肉の味を楽しむ感じなのかな。そのまま、そうです。ほら、いいこと言うだろ、俺は。結構、女性でもペロッといけちゃう感じですよ。チャット来てるよ、チャットは。チャット来てるよ。小屋コータさん、はい、まなみちゃんの顔よりでかいね。そんなことはないです。そんなことはない。ぐらいの、ぐらいの、はい、ボリュームだよと。はい。ね。ルッコラ。皆さんも食べますか。あの、まかないで食べたりするんじゃないですか。はい。どうですか。うん、結構食いますね。結構食いますか。はい。チーズチーズチーズは結構食べますか。チーズチーズはたまに食べる感じです。かなり男な感じですけどね。そうですね。そうですよね。ね、いいよ、ここ置いていいよ、こう。いいんですか。びしゃびしゃになっちゃう、そっち。いいよ、置いて。ね。びしゃびしゃになっちゃう。びちょびちょになっちゃう。本当は、ね、一気に食べたい、ね、感じなんですけど、ね。食べてると進まないからね、番組がね、はい、サザンの話をしたいんですよ。はい。さっきもちょっと話出ましたけど、サザンはコックの方がファンだったってことですよね。あ、なるほど。で、ずっとその野望があったのかしら、そのサザンのを冠にしてお店をやりたいとかあったのかしら。うん、と思います。そうなんですかね。はい。そこは特に店長はそこは好きにしたらどうだったんですか。どうぞ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 って感じで、ずっとサザン流れてるから やっぱりね、もう店員さんもみんな覚えちゃうっていうか、あ、 なんとなくそんな気分になってくるのかしら、はい、ね、そうですか、はい、サザンお好きですか、うん、ね、はい、好きです。サザンはみんなお好きなんでしょうね、ここで働くってことは、はい、覚えますよね、曲もたくさんね。さっきも言ったんだけど、なかなかほらお店がの休みも月曜日の夜だけしか休みがないから、はい、ここはそうなんです、ね、ライブも行けないなんて言ってましたけどね。まあ、どこの店のマスターにね聞いてもライブに行けないと言ってましたけどね。ハッピーのマスターはね、あの火曜日休むって言ってましたけどね。あ、休む、休んでって言ってましたけどね。それもいいんじゃないでしょうか ね。ということで、サザンの好きな曲をおさむさんに聞いてみようかなという、ね、あ、聞きたい。僕が好きなのは、はい、あの会いたくなった時に君はここにいないっていうのは好きです。ずいぶんなんかこう失恋絡みの なんかあったんですか。いや、わかんないですけど、16ぐらいからずっとやっぱなんかずっと聞いちゃいますね、うん、切ない感じですけども。はい、はい、好きです。なんか誰かの影響とかそういう感じなんですか。もともと姉がいまして、はいはい、姉がずっと聞いてて、で普通に聞くようになってたっていう感じです。桑田さん大好きで、はい、お姉さんが、はい、あんたも来なさいと、おさむと。普通に何聞いてんのかなと思って、声が特徴があったんで、はいはい、
好きになりましたね。いいじゃないですか、はい、サザンのお客さんもちょこちょこ来てんのかしら、サザン好きの方も、はい、来てますか、来てくれております。なんか言ってました、はい、なんか言ってましたお客さん、反応聞きたいですね、って、いいね、こういう店と乗ってくれてます、食べながらも、あー、そうですよね、はい、ね、サザン聞きながら食べれるお店で、東京はそんなにね、うん、ないですからね、うん、ぜひね、池袋から3つか、そう、3つ、ね、意外と近い、東武東上線、うん、意外と近いんでね、ぜひ来てほしいですよね。駅からもすぐですもんね。すぐすぐ。今日はね、出口間違えちゃったんだな出口間違えると大変ですよね。南口から出ちゃったんだよな。あ、逆ですね。間違えちゃう。間違えなければすぐですからね。すぐ、北口なのかな、これは。ね、北口、北です。出口。北口から。北口から。声が小さいですけど、大丈夫ですか大丈夫ですよ。自信持って。自分の店の話ですから、ね。はい。北口からね、すぐですからね。ぜひ遊びに来てほしいなと思いますよ。ね。お昼も夜も両方やってるんですよね。はい、ね、月曜の夜以外ですね。時間を言っておきましょうかね。はい、お昼は平日のランチタイムが11時半から3時までですね、はい、ラストオーダー2時45分にいただいております。はい、ディナータイムが5時から夜中の1時まで。夜中の1時までやってるんですか、大山。結構大山でですね、すごいですね、やる気ありますね。それで結構近所の方とかもそうですいらっしゃったりするんですね。はい、ほー、で土日祝日は、うんうんうん、とお休みなしで朝11時半からずっと夜中の1時まで通し、はい、営業しております。桃ちゃん大変じゃないですかすごい大丈夫ですか頑張ってる、すごいですね、やる気満々ですね。素晴らしい、ね、ぜひ遊びに来てくださいよ。いらしてください、よろしくお願いします。はい、では一旦次のコーナー、ラーメンのコーナー、はい、今日はね、板橋区ということで板橋区のラーメン屋さんですよ。はい、この間ね、はい、食べログレストラン、はい、まあ、ジューシーオールスターズも食べログ載ってるでしょう、はい、ね、うん、食べログレストランのあの東京食べログレストランベスト10みたいなのが発表になってましてね、食べログラーメンもベスト10が発表されしたんですけども、はい、なんと板橋区のラーメン屋さんが東京1位、はい、になりました。志村坂上にあります中華そば伊吹というお店ですね。煮干しにすごいこだわったお店でして、はい、志村坂上、これ三田線ですね、都営三田線ですけどもね、行列線になっておりますよ。非常に煮干しにこだわったお店、これは僕が食べたブログ限定の超特選片口いわしの中華そばってやつですね。まあ、あの店内がね、煮干しの箱がいっぱいで、各地の八戸とか愛媛とか島根とか千葉とかいろんなところの煮干しの箱が置いてあって、いろんなところをこうあのブレンドしてねやってるんですけどね、はい、まあこの銀色のスープ、ギラギラのギラギラしてますね、激煮干、これにチャーシューと刻み玉ねぎと岩海苔を合わせておりまして、まあね、煮干しダメな人はもうダメですけども、煮干しが大好きな人にはもうたまらなくて、たまらない。で麺がね、低下水の結構歯切れの良い麺を使っておりまして、はい、あの通常でも煮干しそば出してるんですけど、こういうブログ限定でブログを読んでいただくところ、なんつうの、限定そばみたいなのも出してて、それもすごい煮干しが効いてるというやつですね。で、替え玉が和え玉ってやつで、はい、普通の替え玉じゃなくて、なんかタレに絡めてあるそばなんですよね。で、そのまま食べてもいいし、つけ麺みたいにしてこのスープにつけて食べてもいいしっていうので、はい、それも結構ね、おすすめですよ。おー、いろいろ楽しめるんですね。ねえ、板橋だからといって侮る流れ、すごい行列店ですよ。すごい、ね、僕も行ったけどね、1時間半ぐらい並んだから。そんなですか、うん、すごい。駐車場代が結構大変だった。あ、駐車場もあるんですか。ない、ないから。ないから。そう、あ、なるほど、大変でしたけどね。ぜひ、でも東京1位ですから、今年の。おー、行ってみてくださいよ。よろしくお願いします。はい、続いて本のコーナー。はい、今日は公表中、脳の教科書2より、みんなでちょっと脳トレをやってみようかなと思うんですけどね。今日はね、そんな難しくないですか。え、なんか来た。はい、一件チャットをご紹介させてください。いいよ。お酒ありますか。おメニュー、もちろんです。ありますよ。たくさん用意してます。うん、結構お肉をつまみに。はい、そう、つまみもいっぱいありますから、はい、ね、ぜひぜひ。はい、アルトの方です。はい、ありがとうございます。じゃあ脳トレね、今日はね、はい、まあ、脳トレといってもそんな別になんかゲームやったりするわけじゃないんだけど、今日はこれです。
毎月1日だけ何でも許すデーを作るってやつでね、うーん、日々私たちは欲求を抑えながら生きてるので、はい、1ヶ月に1日だけでも、はい、その自分の欲求の赴くままに行動する日を作ると脳が活性化しますよっていうのがありまして、まあ、欲求がね、あの何でも許すでって言ったら女湯を覗くとかそれはダメだよそれはダメだけど、その犯罪に関しないことで好きなことをやる日を作ろうっていうのがあるんですけど、はい、ももさんとおさむさん、はい、何でも許すで、はい、何ありますか。何でも許すで、うん、毎月15日は何でも許すでにするぞ。結構考えちゃいますね。何をやろうかな。それ何でも OK ですよ、犯罪じゃなくて。そうですよね、うん、何でもいいですね。ダイエットしてる人だともう今日は何でも食べちゃうみたいな感じですか。そういう感じですよね。とことん飲むみたいな感じ。おお、一晩飲む一晩飲む一晩飲めませんもんね、これ仕事やってるとね。そうです ね、 ね、 そうですね、確かに。何やりますか。僕は洋服買いまくるですかね。おお、洋服好きなんですね。いいですね、それもね。うん、好きな店はしごして、はい、何でも買っていいんで。ここ全部とか何でも買っていいんですよね。何でも買っていい。自分で払うんですけどね。あ、そう、自分で払うんだけど。自分で払うんですけど、うん、そうですね。いいじゃん。渚さんは何でも許すで。何でも許すで。なんだろうな。でもカロリーを気にせずに。うん、食べたい、うん、思いっきり。やっぱ女性はそういう感じなのかな。飲みたい、食べたい、ありますよね。何でも許すって言ったって別に体重は返ってこないんですけどね。増えちゃうけどいい。それはいいんだね。そうです、もう何でも許すでなので。何でも許すでだ、はい、明日から頑張る。そう、明日からっていうっていうことでね、はい、っていうのをやるといいらしいですよ、脳の活性化に。確かになんかテンション上がるもんね。楽しいですね、うん、でも俺だったらあれかな、毎月テーマを決めて、はい、その日は何て言うんだろう、今日はそば5軒とかさ、おそういうのやるかな。俺いつもラーメン食べ歩いてるけど、はい、うん、と例えば来月はプリンとかさ、一日そういう日を作りたいな。体調ならではの。本当はね、並べて食いたいんだよね。食べ歩くのもいいんだけど、はい、ほらラーメンはほら何回も行ってるからその蓄積ができるけど、例えばハンバーガーも5軒ぐらい、ほら東京ベスト5とかをここに並べて食いたい。わあ、いいですね、それいい。はい、これ3位とか食べ比べみたいな、そういうのやりたいかな。いいですね、うん、それ楽しそう。なかなかできないけどね。なかなかできないです ね、 ね、そんな感じかな。皆さんもぜひやってみてくださいよ。脳の教科書よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ生歌いきましょうか。イエイ、生歌のコーナー。拍手がみんな抑えめですけど、いいんですよ、拍手ガンガンやって拍手は、いいですよ、はい、なんか喉の調子が悪くてね、ずっとね、なんつうの、花粉症の合併症で、なんか気管支炎になっちゃいましたね。毎日高い、喉飴舐めてるんですよ。喉飴もいろいろ種類が。そう、ね、もうこれ今年はの花粉症でその気管支炎になっちゃう人が結構多いみたいで、ね、でも多いみたいですね、今年困ってるんですけどね。まあでも歌いましょう、うん、ね、はい、会いたくなった時に君はここにいない、やりましょうよ。イエーイ、ね、はい、こんなしんみりしてていいんでしょうか。ジューシーオルさん。じゃあしみじみやりましょうね。じゃあ思い出、おさむさんが泣かないように、はい、じゃあ歌いたいと思います。はい、悲しみに変わるのよ。
ねえ、思い出しましたか。いやすごい良かったっす、ね、当時のことを。いやー最高ですね。ねえ、ずいぶんしんみりした曲でしたけどもね、いい曲ですよね。いい曲ですね。僕も失恋した時に来ましたよ、やっぱりね。すごい、歌ってすごいですね。ね、思い出しちゃいますよね。ダメだじゃなくて、あのメガネが曇ったんですよ。メガネ曇っちゃいますね、はい、興奮しちゃってね、はい、いい曲ですね、いつ聴いても、はい、ということで、このようなサザンの曲が毎日流れる、ジューシーオールスターズで来てほしいよね。え、なんか来てますか。はい、ちゃんといただきました、はい、会長、はいはい、お大事にしてください、小賀浩太さん。ありがとうございますね、直しますからね。てか花粉とともにいなくなるらしいですけどね、あ、これが慢性化しないようにしなきゃいけないらしい。うーん、ね、だからちょっとあんま薬とかも飲まない方がいいらしいんだけどね。あ、そうなんですね。うん、なので喉飴舐めてるんですけどね、うん、はい、ありがとうございます。はい、ではもう一度ジューシーオールスターズはこうやって来い、はい、いきましょう店長。はい、はい、こうやって来なさい。来方、来方、場所とか。あ、場所。はい。はい、板橋区大山駅を出ていただきまして、はい、大山駅、東武東上線ですよ。出ていただきまして、うん、改札を出たら右に、右に曲がっていただきます。うん、そのまままっすぐ来ていただいて、一つ目の交差点をまた右に曲がっていただきます。うん、で、踏切を越えてもらって、1本目の十字路にひょこっともうこの看板がございますので、そちらまで来ていただければと思います。はい、一瞬寂しくなって不安になるからね、それを一度聞きますから。大丈夫、間違ってない。そう、一瞬ねえんじゃねえかこれってなるけど、ありますから。はい、ね、あります。北口行って右曲がって、もう一回右曲がると、はい、で、なんだ、あの踏切渡ると着きますからね、はい、ぜひ来てくださいよ、はい、ね。どうでしたか今日は。ルッコラと、ルッコラ美味しい、後で食べようと。どうだろうハンバーガー。はい、ね、他のメニューも気になりますね。美味しいのよこれが、またすごく気になる、どれもね。え、おさむさんどうでしたか今日は。いや今日はちょっと緊張しましたけど、緊張しましたけど、この番組出れて、はいはい、光栄です。あ、今日そうだ、今日の番組見た人に何かあるんでしょ。はい、お忘れてた。はい、番組を見たと、言っていただければ、うん、ソフトドリンクを一杯プレゼントさせていただきますので、はい、番組を見た、はい、店長見つけたら、おさむさん見つけたら番組を見たよ言ったらパイナップルジュース飲めるよ、はい、ということでしょ。はい、ぜひ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 、ね、遊びにいらしてください。お貸しください。大山ね、あんま来たことない人もいるかもしれないけど、池袋から近かったよ。あっという間ですね。5、6分で各駅に乗った方がいいんですかね。そうですね、はい、ブロックに着いちゃったよ、はい、大山といえばあれだよね、あのほらサンドイッチマンが2人で住んでた。そうですよ ね、まさかサンドイッチマンが M1 優勝するまでほらアパートに2人で住んでたの大山でしょ。なんですってね、だからハッピーロードのなんかコロッケ100個食えるとかなんとか言ってたマジっすか。うん、らしいですよ。それしか知らなかったです。あとはあの龍神のごまラーメンしか知らなかったですけどね、私はね、ここが見つけちゃったから。見つけましたよ、見つけちゃったからね。穴場ですね。穴場素晴らしいね。ちょっと大山もさ、あそこのでも商店街すごいね、栄えてますよね、あそこ、はい、ね、すごい有名なんですね、商店街。有名なんだろうね、うん、うん、それを通りながら来たらさ、はい、いいじゃない。いいですね。ねえ、笑顔で待ってますから、サザンと共に。はい、ねえ、ぜひ遊びに来てほしいなと思います。お待ちください。はい、ということでもうぴったりですね。はい、ということで来週は引き続きここでやりますけどね。はい、来週は1回飛ばしましたけど、ブドウ特集やりますから。お、サザンのニューアルバム、ブドウ。さっきも流れてたよ、聞いたら、ね、流れてましたけどね。ブドウ特集を来週やりますので、はい、ぜひ楽しみ見てくださいね、はい、木曜日3時から。あ、そうだ、俺のお知らせしてなかった。深井でカフェだ、深井でカフェ。お、4月26日日曜日、アンコール渋谷さんでワンマンがあります。そして2周年記念ライブ、5月の31日日曜日、はい、新宿ドリームストアさんでやります。ぜひ遊びに来てください。それから今日のフジテレビ、はい、23時9分から、はい、マイバリューマイウェイという番組で、はい、私の特集があります。お、今日の。お、そういえばそうでした。ぜひ見てください。フジテレビさんでラーメン屋で歌ってる映画が多分出ますんで、ね、この番組のなんか告知も出るみたいよ。あ、なんでぜひ見る、見てください。
はい、ということでまた来週ですね、はい、今日はありがとうございました。もうあ、これもあったこれもあったこれも伝えてもう手書きの際でソバドール、すいません、私が所属しておりますソバドール主導でございます、うん、ドライブが決まりまして、4月28日 in 大塚ディーパさん、うん、そして5月4日 in 秋葉原モエファーレさん、そして私がもう一つ所属しておりますミキガールズ、うん、6月30日立川の農家さんでライブを行います。農家さんすごいよね。はい、来たら農民になれますよ。よろしくお願いします。ね、ソバドール先週出てましたからね、一緒にやってるんですよ、はい、ありがとうございます。はい、ということで、はい、改めてありがとうございました、ね、ありがとうございました。ちょっとみんな遊びに来てよ、ね、食べましょうよハンバーガーね、美味しいから、はい、美味しいよ。はい、ということでまた来週です。今日のゲストはジューシーオールスターズからももさん、そしておさむさんでした。ありがとうございます。アシスタントの夏野まなみちゃんでした。ありがとうございました。そして私、大将でお送りしました。ではまた来週、バイバーイ。